どうも、ワットです。ディズニーハロウィンが始まってからランド、シーともに混雑してきた、待ち時間がすごいなど連日 SNS で見聞きしますが、平日と休日ではどれくらいの違いがあるのか、また1日の中でどの時間が最も混んでいて、どの時間が最も空いているのか、小待ちをどれくらいからすべきなのかなど、詳しくデータを調べないとわからない内容を私の独自調査ですが、この動画で一気に放出します。そこから効率よくパークで遊ぶにはどうしたらよいか、参考にしていただけたらと思いますので、行く予定のある方や興味のある方はぜひ最後までご覧ください。なお、このチャンネルでは今後のパークについてやディズニーを感じられるような動画を発信してますので、チャンネル登録をしてこれからも見ていただけると嬉しいです。では行きましょう。この動画でお話しする内容はこちら。9月最新パーク開園時間&開園待ち、アトラクション待ち時間攻略、通常待ち時間効率アップ術、プライオリティパスについて、初回自由席賞、案内終了時間、スプーキーブーパレード、ディズニープレミアアクセス販売データ。いつものように動画をトピックごとに分けてますので、よかったらご活用ください。今回お話しする内容はハロウィンイベントが始まってから1週間、3連休プラス平日のデータから割り出したものですので、今後の人気度合いや天候等により差がある可能性があることはあらかじめご了承ください。また最後のトピックに関しては、入園者しかわからない情報のため、集められた情報がかなり少なく信憑性に欠ける可能性があるため、括弧表記にしていることもあらかじめご了承ください。では1つ目、9月最新パーク開園時間&開園待ち。まずは最新のパーク開園時間と開園待ちについてチェックしていきます。まず開園時間ですが、公式サイトは変わらず午前9時ですが、一般ゲストの入園開始時間は平日と休日、当日の混雑具合によって開園時間が変わってくる可能性があります。平日はランド、シーともに一般ゲストは8時30分入園開始、ハッピーエントリーは8時15分入園開始。一方、休日9月16から18はランドが一般8時25分入園開始、ハッピーエントリーが8時10分入園開始、C が一般8時30分入園開始で、ハッピーエントリーが8時15分入園開始でしたが、直近の9月23日土曜日天候雨で、ランド、Cともに一般8時30分入園開始だったので、その日の混雑状況によって対応を変えている可能性があるので、8時30分目安で動いていいのではと思います。また開園待ちに関しては、以前お伝えした情報に加えてリスナーの皆さんからさらにいくつも情報をいただいたので共有させていただくと、ご覧のようにやはり日によって違いがあることが分かりましたが、天気の良い休日と平日でも結構差があることも分かってきたので、参考にしてみてください。では2つ目、アトラクション待ち時間攻略。まずは通常の待ち時間をチェックして、どのタイミングで行くべきか、行くべきではないか見極めてください。東京ディズニーランド、まず美女と野獣は休日平日ともに朝一が混みます。前の方で開園待ちができなければおすすめできません。空いているタイミングはどちらも夜で、19時、20時以降が狙い目ですが、1時間は待つと思ってください。ベイマックスは9時台が最も混雑して、休日なら100分、平日は80分近くまで待ち時間が伸びていれば混んでいるのでおすすめしません。19時以降で45分起きるようならどちらもおすすめです。スプラッシュマウンテンは平日なら60分以上、休日なら90分以上の待ち時間の場合は混んでいる時間なのであまりおすすめしません。20時を超えるとどちらも35分起きる時間が出てきて、それが最も空く時間ですのでおすすめです。ビッグサンダーマウンテンは休日平日問わず50分を超えていたら混んでいる時間帯です。また平日なら19時以降、休日は20時以降に35分を切ってくることが多く、そこが狙い目です。スペースマウンテンも休日平日問わず50分を超えていたら混んでいる時間帯です。また平日なら19時以降で35分以下、休日は20時以降で50分を切ってくることが多いです。プーさんのハニーハントは休日平日問わず60分を超えていたら混んでいる時間帯です。また休日平日問わず35分を切っていたら空いているのですが、20時以降が多いです。モンスターズインクは平日なら50分以上、休日なら60分以上で混んでると思ってください。そして平日は19時以降25分以下になりやすく、休日は20時以降30分以下になりやすいです。ホーンテッドマンションは休日平日問わず60分を超えていたら混んでいる時間帯です。そして
休日平日問わず21時を過ぎたあたりから35分を切ってくることが多いので狙い目です。続いて東京ディズニーシーを見ていきます。ソアリンは休日の朝一が最も混んでいますが、120分を超えていたら混雑時間だと思ってください。平日の場合はそれが90分以上だと思ってください。空いている時間は正直ありません。その中でも待ち時間が休日2時間以下、平日90分以下まで縮まることがあれば狙い目です。トイストーリーマニアは平日休日問わず朝から10時までが最も待ち時間が長いですが、人気ナンバー2ですので待ち時間はそうそう短くなりません。ただこちらも待ち時間が休日 1.5 時間以下、平日60分以下まで縮まることがあれば狙い目ですのでチェックしてみてください。タワーオブテラーは休日90分、平日60分を超えていたら混雑している時間帯です。休日は90分を切れば行っていいと思いますし、平日は朝一で朝一と20時台が待ち時間が短くなりやすいです。センターオブジャースは休日90分超え、平日は70分を超えていたら混雑しています。そして休日90分以下なら並ぶのはありですし、平日は朝一と19時以降短くなりやすいです。インディジョーンズは休日80分、平日60分を超えていたら混雑している時間帯です。そして休日朝一と20時台に待ち時間が短くなり、平日は朝一と19時以降に待ち時間が短くなっています。レイジングスピリッツは休日60分、平日50分を超えていたら混雑している時間帯です。そして休日朝一と20時台に待ち時間が短くなり、平日は朝一と19時以降に待ち時間が短くなっています。シーライダーは休日60分、平日50分を超えていたら混雑している時間帯です。そして休日平日ともに朝一と20時台に待ち時間が短くなりやすいので要チェックです。続いてはプライオリティパスの発券終了時間からチェックして、さらに優先度を見極めていきます。ちなみにプライオリティパスとは昔で言うファストパスですので同じシステムだと思ってください。ランドからですが一目でわかるように一覧にして、かつなくなる順にしています。1位はプーさんで10時台にはなくなるので最優先という方は最初に取りましょう。2位は同率でモンスターズインクとホーンテッドマンションとなりましたが、入園して最初に取るプライオリティパスは1位から3位の中でなら最大待ち時間がどれも1時間を超えるので、自分が一番少ない待ち時間で乗りたいものを取ってください。その次は取れそうであれば1から3で残っているもの、なければビッグサンダーマウンテンかスペースマウンテンですが、スペースマウンテンの方が待ち時間が下がりにくいのでスペースマウンテンがおすすめです。スターツアーズはお好みでですかね。ショーやパレード、食事のタイミングなどの兼ね合いもあると思うので、そのあたりはご注意ください。 C を見てみると1位はやはりインディ・ジョーンズですので優先度は高くなります。その後については2位から6位まで、休日は発行終了まで1時間、平日は 1.5 時間ほどですので、ご自身が乗りたいアトラクションを優先するか、通常スタンバイ列が伸びやすいレイジングスピリッツ、シーライダーを2番目に取得後、残りの取得やキャンセル拾いが効率的には良いかなと思います。こちらもエンタメや食事のタイミングも測りつつ取得してみてください。では3つ目、初回自由席ショー案内終了時間。東京ディズニーランドやシーで行われているステージショーに自由席の階や席が設けられているのはご存知の方もすでに多いかと思いますが、何時頃に案内が終了するのかはご存知でしょうか。特に初回は一部を除いて全席自由席ですので知りたい方も多いと思いますので、初回のデータのみにはなりますが、ランドとシーどちらともお伝えしようと思います。東京ディズニーランド、ミッキーのマジカルミュージックワールドは初回公演が10時50分なのに対して、平日は10時頃にラインカット、休日は9時50分頃にラインカットが最速でした。ですのでどうしても見たい方はこちらの時間を目安に並びに行くようにしてください。クラブマウスビート40周年版は初回公演が12時20分なのに対して、平日は11時25分頃にラインカット、休日は11時10分頃にラインカットが最速でした。ランドのジャンボリミッキーは初回公演が12時35分なんですが、平日休日ともにギリギリまでラインカットされない日は多かった一方で、天候によるキャンセルも多く、せっかく待ったのにしっかり本編を見られないということに最近は良くなっていたのでご注意ください。東京ディズニーシービッグバンドビートは初回公演が12時20分なのに対して、休日平日ともにほぼラインカットなしで初回公演は鑑賞できる状態だったようです。ですので見たい方はフラッと立ち寄る感覚でも場所を選ばなければ大丈夫そうですね。 C のジャンボリミッキーは
初回公演が11時10分なんですが、ランド同様に平日休日ともにギリギリまでラインカットされない日が多かった一方で、天候によるキャンセルも多く、こちらでもしっかり本編を見られないということに最近は良くなっていたのでご注意ください。では4つ目、スプーキーブーパレードディズニープレミアクセス販売データ。集められたデータがかなり少ないので、そういう日もあったくらいに聞いていただけたらと思います。東京ディズニーランドで大人気のハロウィンパレードスプーキーブーパレードですが、パレード中に停止演出と1回目の停止では衣装チェンジのパフォーマンスもあるためかなり人気で、よく見えるエリアはディズニープレミアクセス DPA という有料席、1人2500円になっています。そんな DPA 席は城前と美女と野獣エリア前の2箇所に設定されているのですが、どちらもかなり人気で、開演から瞬く間に DPA が売れていきます。具体的にどれくらいで完売するのかを調べてみると、1つ目の城前については、土日は開演から5分以内、平日は5分から10分以内で完売の日が多かったようです。2つ目のモーリスのコテージ側は、土日5分から10分、平日10分から15分前後で完売の日が多かったようです。開演待ち含め入園する際の参考にしてみてください。ただ今後の人気具合でさらに変化する可能性もありますので、10月に入ってからの情報も欲しいので、もし分かる方いらっしゃいましたらぜひコメントください。ちなみに先日は1回目停止は予定通り行って、2回目は天候により停止なしなどの措置がありました。ただしこの DPA は停止なしといったバージョン変更で行った場合でも返金対象になります。ということで今回はディズニーハロウィン期間に入ってからのランドやシーの待ち時間データを詳しく見つつ、効率よく遊ぶためのタイミングなどの攻略法もまとめてお伝えしました。10月に入ってからも定期的にこういった動画はアップするので、ご自身が行く日が近くなったり、ただ純粋に最近のディズニーが気になる方もぜひチェックしてみてください。何気に私もパークに行く直前などは自分の動画データを見返してパークで遊んでいるのでご活用ください。また私がパークに行った時の雰囲気だったり写真はインスタグラムの方でアップしておりますし、速報レベルの最新情報については X を主に使っていて、 TikTok やスレッズのアカウントもあるので、 YouTube に加えてそれらの SNS の方もこれからチェックしていただけると嬉しいです。最後になりますが、遊びに行く予定のある方は最低限の感染症対策なども考えつつ、目いっぱいパークを楽しんでくださいね。この動画が少しでも参考になりそうだと思っていただけたら、グッドボタンやチャンネル登録下の方からぜひお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。